今日は朝陽山来ました。早雲峡の黒岳のちょうど真向かいですね。ロープウェイ乗り場の向かいの山です。どんな山か楽しみです。かなりね眺めがいいということで楽しみで来てみました。天気がいいので黒岳の方に登るのもいいんですけど、じゃあ黒岳が見えないんで黒岳を眺めれる場所に来ました。こっちでいいのかな。どっから登るんだ。こっちかな。これここに行く、ここを行くみたいです。じゃあ入ってきます。陣手があるんでこの辺でいいんじゃないかと思います。うわ虫ひどいな。ちょっと虫除け、結構いきなりこの山本気出すね。いきなり本気だね。ウォーミングアップはないのかい。温泉来る。左から巻いていきます。しばらく急登続きました。と階段が少しあって、なぜか不思議な箱、まあまあの急登でした。はい、ここからはなんだろうね、里山のような雰囲気です。歩きやすい。ずっとこのままだったらいいんだけど、だいぶ登ったね。後ろにはあれ見えるかな、黒岳、渓月岳、見えますね。すげえ。黒岳登ったら黒岳見えないんだよね。だから今日はここの山選びました。この絶景をちょっと見てみたくてね。この絶景というか、まだ見たことないんだけど、間近でね、黒岳をパノラマ上で見たくて本日来ました。倒木がね結構あって、今みたいな巻いた方が早いね。分岐があります。右パノラマ台 200m 行ってみますか。絶景が見えるってことでちょっと楽しみにしてました。ぜひ行ってみましょう。お、なんだカモじゃないね、キジだね。キジのメスだね。ハトいる。ハトとキジだと思うな。さっきのキジだよね。あ、やばい。ここやばいわ。絶景だわ。お、やば。これやば。すごいね。すごい景色。あ、すごいね。
ところどころ雪があって滑るんで気をつけて登ります。結構雪っていうか氷になってるんだよね。この辺は大丈夫。さっきのはねちょっと滑ったね。一旦ね緩やかになったんだけども、割とね急登が続きます。こんなに暖かいというか暑い日は今シーズン初です。倒木が多いね。桜普通に咲いてました。まあ、この辺にはないんですけど、駐車場から近く国道沿いとか桜割とたくさん見られましたね。あ、ちょっと右行ってみるか。こっちちょっと眺めがいいんだね。こっちもいいね。展望できる。いいね。木々のね、葉っぱがないんで、割と山見えます。綺麗、素晴らしい。最高だね。雲の足跡。
山頂はこちらでしょうか。どこだ。山頂過ぎた。あった、山頂。山頂に到着です。頂陽山山頂です。眺めいいね、すごい。圧巻。長降り惜しいですけど、下ります。登山口に帰ってきました。無事下山することできました。桜咲いてるね。はい、ということで思った以上に山高が長めに感じました。まあ、前半、3分の2ぐらいずっと急登だったんで、そういう感じもあったので、
なかなか登りごたえあります。急ですよね、あの途中のあれ、途中のね、山見えるよね。あそこ山頂じゃないんだよね。かなりの急角度で立ち上がってます。ここはね、やっぱりね、層雲峡なんで断崖絶壁の山ばっかりです。で、登山道は3合目ぐらいまで笹は刈ってありました。これからはね、虫が増えるんで、ね、マダニとか気をつけた方がいいかなと思います。というわけで、今日の登山は、頂陽山、これでおしまいです。お疲れ様でした。お疲れさん。